女優・岸井ゆきの32が12日、都内で行われた映画、若き見知らぬ者たち、内山拓也監督の公開記念舞台挨拶に登壇した。画像、岸井ゆきの夢は3階建てマイホーム、団地育ちで家の中に階段があることに憧れ、撮影では、すでにクランクアップしていた主演の磯村隼人。 32が出演者に内緒で現場に訪れることもあったという。岸井はびっくりしました。本当につるっとした感じで磯村隼人さんとしていらっしゃっていたのでと独特な表現で回想。つるっとの意味を聞かれると、役柄ではヒゲが生えてらしたじゃないですか。それがないと、あむき卵だったんだ。って思ったと語り、会場の笑いを誘った同作に絡めた。 名もなき若者だった頃に夢見ていたことの質問には3階建ての家に住みたかった小さい頃は夢のマイホームの絵をよく描いていたと回答2階建てではない理由を団地で生まれて育っているので家の中に階段があることに憧れていて3階だともう1回登れるからと笑った現在は多くの作品に出演する売れっ子だが 3階建てマイホームの夢は叶いません。叶ってないですねとし、今後考えたいと思いますと話した。